皆さんこんにちは。アルパイン株式会社人事総務部総務課長の吉岡と申します。今日はですね、震災の後、アルパイン弊社としましてどのようなこうした変態不安に対する復興の取り組みを行ったかというところをですね、ご紹介させていただきたいと思います。まずはじめに弊社の会社概要ですが、アルパインという会社はですね、いわき市に本社を置いている、企業でございまして、車載用の音響機器、いわゆるカーオーディオ製品、それから、情報通信機器としまして、カーナビゲーション、ディスプレイ等の製品をですね、設計開発、製造、販売している会社でございます。本社はですね、福島第一原発から約40キロというこのいわきの地にございまして、震災の影響をやはり受けた会社になります。弊社の売上なんですけれども、全体の約8割をですね、今、OEM ビジネスという表現をしておりますが、いわゆる自動車メーカー様向けのですね、製品での販売で占めております。特にアルパインの場合はですね、海外の販売が非常に多くてですね、北米と欧州で約7割ぐらいですね、全体を占めてまして、特に欧州地域では36% 程度ですね、売上を占めております。こちらの集団製品になりまして、上の段がですね、いわゆるアルパインというブランドをつけた市販向けの製品ということで、これはオートバックス担当で購入いただける製品になります。で、下がですね、グローバルのお客様ということで、これ自動車メーカーさん向けにですね、導入しているものなんですが、主要なお客様のブランドを挙げさせていただいております。ご覧になって分かる通りですね、この上の段にある部分なんですが、ほぼヨーロッパ系のですね、お客様ということになりまして、今回の震災から原発の事故によってですね、非常にここの部分が大きな影響を受けているということになります。で、次にですね、弊社 の放射線の不安払拭に向けた取り組みということで、過去我々取り組んできた中身のですね、ご紹介をしたいと思います。で、震災などですね、やはり弊社も非常に大きな影響を受けまして、2週間程度ですね、操業できない状態が続きまして、3月の28日から操業再開したわけなんですが、その後ですね、この放射線、原発の放射線の不安をですね、感じる社員の方がかなり多くてですね、実際にそれを理由に退職されるという方が相次ぎました。ここに挙げているのは一つの事例になるんですが、やはりご本人以外にですね、子どもさんに出るとかですね、奥様がこういわゆる地に行くことに不安を感じたと。というようなことでですね、退職をされる社員が続出したという状況でございます。で、ちょっと遅ればせながらですね、2011年11月に社内の調査を行いましたことで、やはりかなり多くの方がですね、放射線に対する不安を抱えているという状況がございまして、今後そのビジネスを継続していくにあたりましてですね、社員の不安払拭というところが必要だということで、その不安を払拭するために、さまざまな取り組みをスタートいたしました。まずはじめにですね、放射線に対する、放射線の影響に対する、中身に正しい、理解をしていただきたいということで、社員、それから社員の家族に向けてですね、放射線被害に対する正しい知識の習得という取り組みを行っています。ここはロシアの教授も所属されています長崎大学の方とですね、提携しまして、高村教授という放射線の権威の方にですね、産業医の契約を結ばせていただきまして、社内におきまして、講演会等を行っていただきます。この中では、放射能と放射線の違いであるとかですね、半減期、それから被爆ですね、こういったことに対する基礎的な知識、これを社員向けに、講演を行っていただきました。それから、弊社のですね、診療所の、看護師の方なんですが、同じく長崎大学の方にですね、教育の方を受けていただきまして、社員の不安相談等に応えられる体制の方も整備をしてまいりました。それから社員の方だけではなくてですね、社員の家族の方に向けましてもですね、講演会であるとか、個別の相談会ということを行いまして、やはり正しい知識を身につけていただくという取り組みの方を進めてまいりました。それからですね、やはり放射線というのは非常に目に見えないということもありまして、社員、それから、弊社にお越しいただくお客様にですね、非常にこう不安を与えてしまっているということがございまして、この不安を取り除くためにですね、社内の放射線、これ計測器ですね、これ独自に設
ですが、そういったものを設置して、専用の見える化を図るとともにですね、社内におきまして、その金額の測定した結果であるとかですね、県内全域のこういった放射線の状況、そういったものを見える化しまして、放射線のですね、影響がもう少なくなっているところをですね、アピールする活動を行ってまいりました。空間線につきましてはですね、社内で事業所内の25箇所の場所でですね、測定を行いまして、これを社内のデータベースに公開するといった活動を行っています。この際にですね、社内の測定結果だけではなくて、市内の情報であるとか、行政サービス等の情報も合わせて展開するということで、社員の不安払拭に役立てるということを行ってまいりました。それから食材に関しましてもですね、不安を払拭することがありまして、これは社内の社員食堂で提供しているものですけれども、これもですね、実際に測定を行いまして、この結果を社内のデータベース上で公開をしております。この活動は今もまだ続けておりまして、今現在最新の情報が載ったという状態でございます。それからこちらがですね、放射線管理プロセスの認証取得という活動でして、弊社の先ほどご紹介しました通り、ヨーロッパのお客様は非常に多いということもありまして、特にドイツにおきまして、この福島の放射線被害というのはですね、かなり大きく報道された関係もありまして、実際お客様がですね、医学院に来ていただけないという事態が起きておりました。実際にヨーロッパからお客さんですね、もう東京から来ていただけないという状況がありまして、弊社の中でですね、見積もりが全くできないという状況になりました。こういった風評被害等も含めてですね、不安払拭するということもありまして、TIF ラインラント社というですね、ドイツの第三者の検査機関なんですが、そちらと提携しましてですね、認証取得という活動を行っております。この時行った内容なんですけれども、先ほど紹介しました空間線量の測定に加えまして、実際に我々製造しております製品のですね、表面線量の測定、それから製品に含有される放射性物質の測定ですね、そういったところをですね、一連の管理プロセスという形で構築しまして、そこに対して、このティフラインランド社からですね、第三者認証というものを受けまして、こういった活動をしていることを通じてですね、我々の提供する製品が安心安全であるということをですね、お客様にアピールするという活動をですね、やらせていただきました。これは2012年の12月に認証取得しまして、4年間継続したんですが、今現在は先週終了してしまっているという活動になります。それからこちらもですね、社内向けの活動であったんですが、2012年10月にですね、ホールボディカウンター、こちらをですね、導入いたしまして、特に内部被曝のですね、測定の方を活用させていただいております。こちらの測定に関しましてもですね、長崎大学のご協力いただきまして、測定した結果のですね、判断、それから問題があった場合のですね、相談体制というものを構築させていただきました。これは2012年から始めまして、今もまだ継続しておりまして、年に1回活動の測定の方を実施をしております。当初ですね、やはり3000名近い方がですね、受けておりましたが、時間とともにやはり、だんだん減少はしてきておりまして、昨年度最新の状態で約370名強というところまで今減ってきています。ここはすでにですね、測定した結果の実際に検出されるものがほとんどなくなってきたということとですね、あとそれ以外の情報等がですね、かなり詳しく出せるようになってきたということもありまして、かなり安心感が高まっている結果かなというふうに捉えております。実際に測定の結果ですね、この放射性セシウムに検出される方というのが、やはり当初はかなりの比率があったんですけれども、そこはどんどん減ってきているというような状態で、昨年はですね、すでに検出がゼロというところまで減少してきております。こういった取り組みを進めてきた結果ですね、2011年の震災以降、右肩上がりでですね、増えてました退職者のところはですね、大体1年半経過したあたりでですね、ほぼ横ばいになってきまして、ようやくですね、そのあたりで、社員の認識としてはですね、割と中身的には落ち着いてきたのかなというふうに考えております。データを見える化を進めることによってですね、社員の不安払拭という部分にかなり貢献できてきたのかなというふうに考えております。
ここまでがですね、社内的な活動ですが、次はですね、弊社としまして、地域復興に向けて、いくつかご協力させていただいている活動がございますので、そちらのご紹介をしたいと思います。まずは、NPO 法人、いわき環境システムという活動になります。こちらはですね、いわき商工会議所を中心にですね、いわきの主要な企業、20団体ほどがですね、モデルになりまして、設立した、NPO 法人になりまして、地域の安心安全確保と風評被害の払拭ということをですね、目的に設立した団体になります。この活動にですね、弊社は中核企業として関わらせていただいております。ここはいわき市とも連携しましてですね、食品の検査であるとか文化整備のモニタリングという活動を進めておりまして、この活動は今現在も継続されております。この活動の一環としましてですね、これは弊社の事例になるんですが、事業所内の空間測定というですね、これは25ポイントで測定しまして、その結果をいわき市に提供しているというのがございます。いわき市の方ではですね、これ以外にも市内各所のデータを集めまして、これを、ホームページの方で公開するという活動を行っております。それからこれ夏祭りということのご紹介なんですが、弊社は毎年夏にですね、校内に夏祭りと行ってまして、これは一般市民の方にもご参加いただけるイベントとして実施しておりまして、2011年の夏に関しましてはですね、震災の影響もありまして、開催をどうするかという議論はあったんですが、やはりこれをですね、しっかり実施することでですね、この地域大丈夫なんだということをですね、アピールできるような活動にしたいということもありまして、例年通りですね、8月に実施をさせていただきました。この際、社員以外のですね、地域の方等にもたくさん参加いただきまして、それで7000名程度の方がですね、ご参加いただいたというイベントになっております。この際に3番目に書いてますが、広野であるとかですね、奈良橋等もですね、避難されている方々もこちらにご参加いただいたというイベントになっております。それからこれは夏祭りの時に同じく、タイミング同じく実施したものですが、チャレンジスクールということで、F1 レーサーの片山京さんを招きましてですね、市内の小学生を対象に、こういったチャレンジすれば負けないんだというところをアピールする活動としまして実施させていただいております。それからいわき復興祭の参加ということで、弊社は毎年いわき踊りに参画させていただいているんですが、これは夏にですね、いわき復興祭という形で実施されたイベントにやはり同様に参加をさせていただきました。それからいわき市消防団への協力ということで、弊社は自衛消防隊をですね、中に持っているんですが、そこに化学消防自動車というのを導入しましてですね、今後の地域で災害が起きたときにですね、協力する体制というものをですね、作らせていただいております。それから、これが、双葉のですね、8町村会の方ですね、自動車の納入にです、ね、ございまして、その際に、その車両にですね、弊社製のですね、ナビゲーションシステム、こちら計8台分をですね、提供させていただいております。からこちらはですね、ボランティアに対する、支援活動という形になるんだと思うんですが、ボランティアで来日、いわき市に来ていただいた早稲田大学のですね、これはラビーですかね、こちらの、ボランティアの方、そちらにですね、ここについての取り組みの説明であるとか、社員食堂での夕食会といったそういうイベントを開催させていただいております。こちら最後になりますが、原子力安全研究会研究協会への協力ということで、先ほどご紹介しました、ホールボディカウンター、こちらをですね、提供いたしましてですね、この研究会のです、研究協会のですね、勉強会、こちらの方にですね、活用していただいたという事例でございます。以上ですね、弊社は内外に活動してきた中身になります。今回、最後まとめということでですね、震災の経験から何を残していくかということをですね、見ていただいたことで準備の方がいただきまして、これいろいろ考えたんですけども、大きく2つですね、ここで、まとめさせていただきます。一つはですね、放射線に対する正しい理解です、ね、ここは皆さんもよく感じられているところだと思うんですが、やはり社員もそうですし、
医学に来られる我々のお客様もそうなんですが、やはり放射線というですね、この目に見えないものに対する大きな不安というものをですね、持っておられました。これをいかに解消するかというところでですね、なかなか難しいという意味ではあったんですが、できるだけその目に見えないものを数値化するというところでですね、安心していただくということをですね、進めてまいりました。2点目に挙げているのがですね、割と一般論になってしまうんですが、企業活動においてですね、企業活動そのものの継続というのはですね、地域に対する最大の貢献であろうというところをですね、我々としては感じております。弊社はですね、この岩木地区に関連会社を含めて約2600名程度の従業員が抱えております。そこに加盟する、家族の方も含めれば約1万人ぐらいですね、アルパインという会社のですね、活動に携わっていただいているわけなんですが、そこでですね、この地で、事業活動を継続するということがですね、この地域の復興に対しても一番の、貢献だというふうに我々考えておりまして、一日でも早く復旧するというところにですね、取り組んでまいりました。そのために非常に大事だと考えたのはですね、震災に対してもやっぱり備えをしっかり行っておくこと、最近その BCP であるとかですね、言われているかと思いますが、そういったものをしっかり備えてですね、いかにこう早く事業を再開するかというところをですね、しっかり備えるということが非常に大事だと考えております。今回はですね、岩木様のご支援等もありまして、2週間という期間で活動再開できたわけなんですが、もう少しですね、やはり事前の備えがあればもう少し早くという部分もあったかと思うんですが、そういったことをですね、備えておくということが非常に大事というふうに考えております。今後ですね、将来、あるいは被災地の外に伝えたいこととしましてですね、今回の震災の経験を通して学んだ部分としましては、企業の立場としましてですね、外部の応援を待っているというのはなかなかできないと。待っているとですね、どんどん仕事がなくなっていくという形になってしまいますので、やはりそれは自分たちでやれることをどんどんやっていくということになります。それは上の備えにも伝わるところなんですが、自分たち自身でですね、まずやれることをしっかりやっていくということが非常に大事だと考えております。ただですね、自分たちだけでやれることは限られておりますので、地域の行政であるとか、その他近隣の企業さん、それから住民の方々との連携というところをですね、しっかり協力してやっていくということをですね、大事だということも認識を伝えていきたいと思います。それから、今回我々のところですね、欧州の自動車メーカーさんですね、こちらとの取引の部分で非常に大きな影響を受けたわけなんですが、特にヨーロッパ系のメーカー様というのはですね、チェルノブイリでいろいろ経験されている部分が多くございます。そういったこともありまして、特にその放射線に関しての懸念というのは非常に大きなものを持っておられるということもありましてですね、事業活動にかなりの影響を受けてしまったわけなんですが、これは既にですね、もう福島についてはもう大丈夫だということをですね、我々自身も伝えておりますし、さまざまな活動を通じてですね、皆さんの中でもしっかり伝えるということをですね、お願いしていきたいと思います。簡単ではございますが、案内としてもですね、放射線に対する取り組みのご紹介について、させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。